今すぐ食べたい楽うまご飯です。教えてくださるのはフードコーディネーターの小橋ひろみさんです。こんにちは、はい、こんにちは、よろしくお願いします。山崎さん、お久しぶりです。お久しぶりです。お帰りなさい、ね、火曜日やっていたのはずいぶん前のことのように感じますけれども帰ってまいりました。今日はよろしくお願いします。さあ今日早速作っていただくのはこちらでございます。ドン、はい、サバとズッキーニのぷっくり衣のカリッとフリットです、はい、すごい難しいです読むのが。もうなんか今焦点じゃないかなって焦点感じでした。焦点みたいでした。焦点みたいでした。ちょっとこれアナウンサー泣かせのフレーズが入ってましたけれども、すいません、もう毎週なんか私ネーミングで失礼をしております。いやいやいや、もう遊んでください我々で、はい、なんかすごい特徴的なねぷっくり衣っていうところが、はい、今回注目ですね。はい、はい、そうですね。旬のズッキーニは水分がたっぷりで揚げるとほくほくジューシーに変身します、うん、今日はサバと一緒にですねパクッパクと箸が進む一品になっています、うん、衣に一工夫をしていて、うんうん、ベーキングパウダーを、ね、加えていただくことで、うん、ふっくりカリッとしたフリットの衣を簡単に作ることができます、フリット衣で揚げると、うんはい、どんなお野菜も、お魚も、ね、美味しくなりますので お子さんにも食べやすくってビールの、ね、おつまみなどにも活躍しますよ、うん、守備範囲が広いですね。そうですね、素晴らしいですね。では材料も確認していきましょう。こちらです、はい、塩サバ 150g、 ズッキーニ1本 200g、 薄力粉少々、カレー粉と塩は適量、揚げ油 100g、 フリットの衣ですが薄力粉 120g、 ベーキングパウダー小さじ1、自然塩2つまみ、水 120g となっています。以上が材料ですね。はい、では作っていきたいと思います、はい、お願いします。お願いします。まずですね、材料を切っていきますが、はい、サバからですね、塩サバはですね、中骨を取り除いていただいたらですね、これぐらい、一口サイズぐらいの大きさにですね、ちょっと小さめでしょうか、に切り分けておきます。生サバ使っていただいてももちろんいいんですが、はい、塩サバ使うとね、もう味がついてるので、下味いらずで手間もね、減らせるかと思います。はい。そしてですね、ズッキーニですね。こちらは長さを半分に切っていただいて、はい、縦4等分にこのように切り分けてください、うん、結構ボリューム感ありますね、うん、ちゃんとね、今日はズッキーニの揚げた食感をね楽しんでいただきたかったので、はい、結構大きめにカットして食感を楽しんでいただこうかと思います。はい、そして、今日のポイントである衣作りをね、はい、していきたいと思います、うんうん、はい、まずですね、薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるったものを準備してください、はい、ここにですね、お塩を2つまみ程度ですね、うん、ちょっと衣に塩味をつけます、うんうん、そしてお水をですね 120g、うん、ちょっと少しずつですね、一気に加えずに少しずつ生地をね混ぜていく感じですね、うん、やっぱり一気に入れちゃうとダマになりやすいですか、うん、そうですね、ダマになりやすいかと思います、うん、はい、少しずつちょっと生地をゆっくりこう伸ばしていくという感じで入れていただくといいですね、うん、焦らない、うん、ゆっくりで大丈夫ですよ、はい、いつもの天ぷら衣って、はい、卵黄とかがね入ると思うんですが、ほうほう、卵がね入ると思うんですが、今日は卵は全然使ってませんので、そうか、色もね真っ白な衣になっています、見た目の違いも楽しんでいきたいですね、真っ白ですよね、真っ白、本当だ、はい、ここだけ見たらなんかスイーツ作り始めたのかなという感じがしますけどね。本当ですね。でしっかりですね、うん、混ぜてあげてください、うん、はい、小橋さんってこう喋り口調がゆっくりでね、うんうん、こう落ち着いた感じで見られるんですけども、こういう時の作業って結構早いんだなって今びっくりしてます。早いんですよね。多分逆ですかね。こっちが本来ですよぐらいのね、はい、そしたらですね、フリット衣が、はい、できましたので、うん、ズッキーニですね、まずズッキーニから揚げていきたいと思いますが、うん、こういうビニール袋を用意していただいて、はい、中に少量の薄力粉を、ね、入れています。ちょっと下衣をこちらでつけていきたいと思いますが、一応ですね、この口を縛って空気を入れるようにして口を縛っていただいて、こう振っていただくとね、少量の粉でもう全体に満遍
なく粉が行き渡るの でしかも手も、ね、汚れずに、あ、本当だ、ね、洗い物も出ずに、ね、とっても簡単です。はい、で綺麗に、ね、あ、本当に下衣が、うん、ついてますね、はい、つくんですよ、うん、でこちらにですね、下衣もついたものに、はい、こちらにねプリット衣に入れていきますね。これ最初にちょっと衣をつけたっていうところは、うん、はい、ちょっとこのフリット衣と絡みが、ね、良くなって、とても剥がれにくくなっていいかと思います。なるほど、はい、で全体にですねこう絡めていただいたら、はい、揚げていきますね。楽しみ。ちょっとお野菜から揚げた方がね油が、うん、綺麗ですので、うん、ズッキーニから揚げていきますね。中火ですね、うん、中火ぐらいで大丈夫ですよ、はい、もうねこの揚げてるそばからこうぷっくりな衣がね、あ、本当だ、上がってくると思うんです。結構油ってひたひたじゃなくても大丈夫なんですね。そうですね、もう揚げ焼きで全然大丈夫ですよ、うん、はい、で中火ぐらいでですね 3,4 分でしょうか、うん、こんがり焼き色がつくまでですね揚げてください。確かにもうなんかふんわり感というか、うん、出てますよね。もう出てる、はい、面白い、ね、でちょっとねこんがりもうちょっと焼き色がつくといいかと思います。でサバも同じようにしてですね、うん、揚げてください。そしてカレー塩をね今日は添えて召し上がっていただきます。これは相性良さそうですね。はい、もうぴったりですね、うん、出来上がりはこういった感じになります。